M82 は大熊座にある不規則銀河。距離は1200万光年。双眼鏡では小さくぼんやりと見える。光景5センチメートルの望遠鏡では細長い姿を見ることができる。6センチメートルの望遠鏡では周辺のデコボコや片方が明るいのが分かってくる。中心部の複雑な様相はこの光景でも観察できる。4インチ屈折でマラスは 非常に多くの大小様々な明るい光点が示され、まさしく小筒する宇宙の様相を思わせるとした。M81 の丸い形との対象が面白い。その形から、浜木銀河とも言う。M81 と M82 は M81 銀河団と呼ばれる、同一の銀河団に所属しており、お互いの銀河の中心角は15万光年しか離れていない。数千万年前、 M81 と M82 は接近遭遇し、M82 は巨大な M81 の重力の影響を受けて変形させられている。M81 に近接されたためにスターバーストが引き起こされているスターバースト銀河である。また中心部から北方向に向かって電離した水素ガスが噴き出している。これはスーパーウィンドという。 チャンドラ X 線観測衛星により中心部から600光年離れたところから X 線が観測された。X 線源には太陽の約500倍の質量を持つ中型ブラックホールがあると考えられている。1774年にヨハン・ボーデが M81 と同時に発見した。ボーデは星雲上の光範で青くダエンとしている。百八十一年。 シャルル・メシエは、星のない星雲で M81 に先行、M81 ほどはっきりしない、望遠鏡で同じ視野に見える。端にほのぼしがあり、かすかで全体が伸びているとした。ジョン・ハーシェルは、非常に大きく明るく、腕が出ているとしている。スミスは、長くて狭く、北端が明るく、M81 より青白いと記した。年、ロスは、 棒での声運。奇妙に曲がりくねった腕があるとした。ありがとうございます。